3、2、1。チャオゆりこと映画です。皆さんこんにちは。やばい、全部ツッピンで本当嫌だなんですけど、いやー恥ずかしい。今日はね、地雷メイク、すっごく大人気メイクをしてみたいと思います。ですね、このメイクはね、正直全然知らなくて、ツイッターの方に病んでる、闇かわいいメヘラみたいミコールとか、なんか急にがパンってこのメイクが流行ってて、みんななんで目が赤いなんだろう、かゆくないって思ってて、実はメイクだった、ちょ知らなくて、なんでこんなに赤いなんだろうって思ったら、まあ確かにこの闇可愛いというのを、日本のポップ文化はね、結構面白くて、外国にないから、外国人にも紹介してみたいし、あとは日本人はねめっちゃ似合うなんですけど、外国人の顔だったら地雷メイクどうになるのかって、ちょっと一緒に試してみたいと思います。ではスタートします。初めてのはね、このフェイリーのワンデイの大きいカラコンのやつを入れたいと思います。これはね、目が大きくするためなので、これをちょっとちょっとユースになってきます。3、2、1、ババーン。すごい UFO に見えないんじゃないですか。いや、私超 UFO に見えると思うんですけど、 UFO、 あれ宇宙人、あれ宇宙人って言うんだっけ、宇宙人宇宙人の感じする。エプサロンはい、ヨシキさんと働いた時のコラボしてて、これがもらいましたので、めっちゃいいです。で、今日のメイクは完全にもうベーシックからやりたいと思うので、最後まで見てください。プリマビスタ、これはねイタリア語ですよね。初見るという意味、初めて見るというの意味があるんだけど、ちょっとおかしいのイタリア語です。よいしょ。次に入れたいのはこれです。正直これはね、どこに買ったかどうか覚えてないなんですけど、これがクマのためのやつです。これコーラリング、次はこれ、コスコスの、いつもか、カーラコントロールベースのミントグリーン。これがニキビとか赤くなる、私はねすぐ赤くなるから、このグリーンベースはね落ち着けてくれる、落ち着いてくれるのやつです。で、これはね普段はコスプレのために使ってるなんですけど、正直なんか私服の時にもすごくいいやつだし、ちょっとね、はい、マッシュフィールドのクリームファンデのナンバー21です。これはカムフラージュというのやつなんですけど、傷やニキビが結構消せるからすっごくおすすめです。それはコスプレの時とかフードの時のとかにも使う。これ見て、もうない。ちょっと肌の色の使いたいと思います。いやー、これもねコスプレのやつなんですけど、すごくいいので、これで使ってみたいと思います。わあ、いい感じですね。最後に、これはね、色がなしで、結構一日が全然メイクが取れないから、すごくいい感じ、いい感想です。いい感じになりますでしょ。いい感じになりました。メイクが取れない感じします。で、私のちょっとこの変な眉毛をちょっと直していきたいと思います。特にメンヘラの人が、実は眉毛があんまりなくて、もうないか、自分でこう、
ふりで書いてるってな感じはしてたんですよ。なんか困ってる顔を、ずっと困ってる顔をしてるから、全部取るのは難しいから、例えこう、ちょっとだけいつも、しっかり、なんだっけ、birth。いや、山みたいに。そう、山みたい。そう、山みたいに、書いてるなんですけど、ちょっとできるまで、フラットな感じで書きたいと思います。ちょっと私の色よりがちょっと明るいブラウンに入れてみました。次はチークです。これちょっと見て、セーラームーンのコラボだよ。 ML チークのやつです。超かわいい。もうこれで変身になりそう。いや、はい、そんなにピンクではないなんですけど、とりあえずこれを入れてその後強くする。で、普通のチークよりがちょっと高いところ、もう結構目の近いのところに入れますよね。ポイントのところだけにね、これを使ってみたいと思います。これも MAC、 ちょっと結構昔から使ってるからちょっと汚いなんですけど、結構エフェクトがいい感じです。さっきと一緒なんですけど、これはねもうちょっとキラキラのやつも貼ってて、で結構強いだからこうするだけ OK。 これでいいよ。まあ結構これだけですげえヤンドな感じする。なんか熱があるみたいやね、ちょっとはい。で、今から一番の大切なパーツは目のところに行きたいと思います。で、結構赤いってな感じだったので、今使ってるのナケットレローデッド、ナケットレローデッドの、このウーディのやつは、これどこで買ったっけ。いや、結構これは外国で買った気がするんですけど、結構いい感じって言っても、赤のやつ、赤これのレトロとバーンだけを使ってみたいと思います。レトロから始めます。うわ、やばい。え、なんかパンチされたみたいだな、これすごい。はい、下までも行きます。はい、いい感じですよね。これはね、ちょっと下はね、ちょっとスペース開けて、生袋も買い生袋違うなの、はい、なんだっけ、ブコ袋涙袋。涙袋を書きたいと思います。え、近かったじゃんいや、全然違ったはい、このライブをちょっと使ってみたいと思います。ワンデイタトゥーのやつも、これいつも涙袋、あ、言ってる涙袋書きます。本当はね、私ならないんですよね、何もないんですよね、目の下に何もないんだな。っていうか、このラインはもう合ってるからさ、書いてもわかるかな、みんなの違いの。全然なんか、なんだろう、これやっぱり外国人すると、何が違うなって思ってしまうんだで、次はアイライナー。私はね、これ桜、いつでもで書いてるの、桜ちゃんとコラボしてたやつです。で、間違えなかったら、すっごくダークブラウンだった気がするんですけど、そうですね。私は黒に見えるなんですけど、間違えなかったらダークブラウンだった。うん、まあ、とりあえずいいや。で、ちょっと垂れ目にしたいと思います。ここね。じゃあ、ここは下に行くよね。こっち見て。ねえ、間違えなければ、コラインもしますよね。これは、これを入れて、スモークをするは、見たんですけど。ジラメイクになってきたんですね。マスカラも使ってみたいと思います。これはね、すごくいいんですよ。
特に鼻高いから、こうするときに必ずここの汚れてしまうんだな。だから ちっちゃくて便利です。これでいいかな。次はフリップの方に塗っていきたいと思います。このジェルメイクはね、必ず赤リップを使ってるな感じはしましたので、今日は赤リップも持ってきました。で、塗る前にいつもこのクリーム、何でもクリーム使えるの、さくらちゃんのコラボしてるやつを使います。まあね、すぐ乾燥するかな。ね、なんかマリリン・モローな感じする。なんでこんなに違うんだろう。このマークのやつをちょっと黒い分を塗っていきたいと思います。これかわいい。あ、でもその髪型やってリボンつけて前髪パチンになったら、確かに、あ、地雷メイクっぽいなって自分思ったんですよ。え、これでヤンデルに見えますか？え、ヤンデますよね。もう最近恋愛のことをヤンデルからヤンデルになっちゃうかな。いや、私と違ってよとツンデレかな。はい、ということで、これジーラーメイクは外国人したらどんな感じになりました。ですね、正直会話変えようかな。いや、正直やっぱり外国人するとこの赤リップとかはね、全然違うな感じはするし、なんかクールな感じに見えるんじゃない？なんか日本人でやると闇可愛いじゃん。なんかすげえ可愛い、ちょっと子供が本当闇がある子供をよしよしぐらいにしたいぐらいジラメイクの女の子いっぱいいるんだけど、実はめっちゃみんな強いんだけどね。でも外国人でね、やっぱりするとあれちょっと違くないってになるんじゃない？皆さんはどうと思いますか？ぜひよかったらコメントしてください。あとは相談とかあればね、もう一回やり直してツイッターにアップしたいと思いますので、コメントお待ちしております。あとは忘れずに、チャンネルを登録をしてください。メイク動画はね、あんまりアップしないなんですけど、気になる方はぜひリクエストもしてください。待ってます。ありがとうございました。グラッシェ。チャオ。